あの、うちの姉が、あの、レズ、いまして、その話を、前回、したんですよ。した。あの、まあ、僕の身内ごとなんですけど、姉が、レズです。マジで？で、まあ、親もしましたわ。はい。あの、実家が岡山でして、はい、で、あの、放送日が、あの、関東と多分違ったんですかね。ちょっとずれてる感じだったんですかね。僕ちょっとこっちのオンエアしか見てないので、ま、忘れてたというよりも、ま、何の気なしに普通に生活してたら、ものすごい件数、お姉から電話がかかってきてるんですけど、でもすぐ気づいて、うわ、これあのことやと思って、はい来た、これお姉見たと思って、ダイレクトに見てると思って、留守電聞いたんですよ。パッと聞いたら、これこのくそや言うて、今まで聞いたことないような声で、こんなだけや、こらってなって、なっちこと言うんじゃお前がこら言うて、あのな、中二の娘がおんねん。いよいよ分かるぞ、俺かどうか、ちゅうのもこら言うて。くしたてて、お前ほんまにこら言うて、ブワー言うてるんですよ。最悪やと、なんとか謝らなあかんわ、これどうしようかと思ってたら最後の方で、いかしとけもほんまに、このクソアゲや、ほんまに。嘘ならええけどな。え、嘘ならええほんまやったん。いや、半ば僕半信半疑やったんですけど、嘘ならええけどな、ジョンコラ。ほぼやから言うたやからな。またこれ言うてますから。またなるな。また電話かかってくるわな。怖いな。怖いですよ。あの小学大阪の時の話なんですけど、はいはい、今から15年ぐらい前の話なんですけど、近所のお風呂屋さんに行ったんですよ。ほんなら、まあ、そこのサウナものすごい小さいんですよ、3人ぐらいで入るぐらいのサウナで、で僕と後輩が入ってたんです、こうやって。ほんなら一人入ってきはったんですよ、ほんならその人はもう、まあ、こっちの方やったんですよ。ですごい柄悪い方 でうわ怖っと思って、僕と後輩ビコってなりながらこう前にバーン座らはったんですよ。でこうやってダーン座らはったんですよ。で怖いなと思って、でこうパッて見たらこの辺にものすごい傷があったんですよ、グワーって。でうわ傷ある、めっちゃ切られはったんかなと。でずっとその傷をこう目で追っていったら、ここね、こうずっと切れてて、ここから傷がちょっとなくなってて、息子がちょっと切れて、ここ切れてて、ここ何十針縫うてあるんですよ。何十針縫うてて、ここ一針だけちょっと縫ってここまだ10針ぐらいなんですよ。だからずんばいから多分へこってなあかんぞ、こうみたいな、一瞬ちょっとなあかんもう自然にね、自然に体がね、一瞬ちょこっと切られたら一針だけで見えるこれは男なら分かるよ、一瞬逃げちゃうからね、そこはね根性とは別の問題。まあ、皆さんも1回ぐらい行ったことあると思うんですけど、そのあるよく行くバーが、はい、バーっていうか、そんな大した馬製のバーですけどね、はい、カウンターだけど、はい、まあ、の方にある店があるんですけど、そこまだ前も1回行ってましたよね、はい、まあ、それも常連なんかな、おばあが2人ね、はい、もうその店来る前に多分飲んでたんでしょうね、はい、テンションものすごい上げて、なんかもう飽きて、もうなんかうえーなって、もうなんかもう下ネタばっかり言うとんねん。ほんなら今度なんか人のうちの一人が、なんかブラの感じがおかしいとか言い出して、何やねんそのブラの感じとか、なんか手を突っ込んでね、なんかブラをね、ごちょ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 やってんのよ、一人のおばあも手突っ込んで、それあんた一回取った方がいいんじゃないみたいなこと言って、何やねんこれ、人もおんねんぞって、俺もう絶対見んといたろと思ってずっとこうやってたのよ、はい、ほんならなんかもうあーわーきゃーわーきゃーうわーあんまりうるさいから、はい、5分か10分我慢してたんかな、はい、もういい加減にせよと、はい、もうその辺でやめとけよっていう意味も込めて、はいはいはい、1回だけチラッとこうやって見たったら、はい、そのおばあんとバチーン目を追って、はい、見すぎ見すぎ見すぎだからあの
この間地元帰りまして、で久しぶりに地元の友達とボウリングをしようと、はい、で、まあ、普通にするだけやったらあれですから罰ゲームを作って、で一番負けた人がベッドの人が、向かいのコンビニに行って、コンビニのエロ本のコーナーでエロ本を選んで、で買う時に店員さんに大きな声で、この本はこの店で一番スケベですかって聞かないといかんと、まあ、こういうまあまあ罰を課せてボーリングをやったんです、まあまあね、うん、で結局僕は負けまして、言い出しっぺの、でまあいやいやですけど半ば顔もさしながら、はい、コンビニ行ったんです、でエロ本コーナーでエロ本をまあ適当にパッて選んで、で店員さんとか持って行って、若い20代ぐらいのお兄ちゃんなんですけど、まあ、その人にこの本はこの店で一番スケベですかって聞いたんです、で店員さんが、あ、少々お待ちください、宮脇さん、宮脇さん、奥からもう50代ぐらい の頭ベッタベタのおっさんが出てきて、でエロ本こうやってパッて取って、スケベってこう担当の方がいたんですよ、完全にエロ本担当だ、そのチェック担当の方がいるんだ、いたんだベテランだからね、ベテランのちゃんと担当のそれ専門の方がいたっていうみんなその罰ゲームしてるみたいだね、まるで吉本の養成所の NSC っていうところに僕は所属してた頃の話なんですけども、NSC でですね、まあ、ちょっと言うのはばかるんですけども、僕は同期の女芸人と付き合ってたことがあるんですよ。まあ、僕にとって人生2人目の彼女なんですね、僕全然モテなくて、1人目は大学1年で、それも3ヶ月ぐらいですぐ別れちゃったんで、もうほとんどほぼ童貞ですよね、ほんまやな、ほぼ童貞のもうほぼチェリーボーイの状態で付き合えた、付き合ってちゃんと付き合う彼女だからものすごい嬉しかったんですよ。ただ NSC っていうのは同期と恋愛ご法度なんですよ。あ、これでバレたら即クビなんです、だから僕もその彼女もひっそりと愛を育んでたんです、バレーようにね、ひっそりと、そしたら半年ぐらい経ってからですね、同期で結構飲み行ったりするじゃないですか、でその飲み会で一人の同期の男が、俺最近一人同期の女にめちゃめちゃ言われてんだよ、言うんですよ、何って言って、で聞いてみたらそれが僕の彼女なんですよ、で俺うーわー思っていろんなもうパニックになっちゃったんですけど、秘密にしてるし、バレたらこれもうご法度ですから、何も言えないまま飲み会終わりでもうすぐ電話して、これどうなってんのどうなってんの、すぐ来て、とりあえずすぐ来て話がしたい、もうその時西大井に NSC やったんですけど、品川の駅に呼び出して僕コンビニで待ってたんですよ、もう立ち読みしながら、もう全然内容入ってこないですね、いらんなと思ってたら彼女来るんですよ、彼女うわー来たらその後ろにその男ついてきてるんですよ、うわーと思ってその男と女入ってきて、その男が俺に、おい文句あんだったら外出ろよって言うんですよ、僕喧嘩したことないんですよ、あんだけ言ったのにうわーなんて、で向こうは元ヤンキーなんですよ、で柔道もやってるんですね、絶対ボコボコにされる、お父さんにも2回しか殴られたことないんですよ、うわー思って僕が取った行動が、その男がふわってコンビニ出た瞬間に後頭部ガチーンって言ったんですよ、うわーって全身ザラでガチーンって言ったら、そいつ振り向いてピンピンしてるんですよ、怖い、そしたらその彼女がやばいよ色やばいよって言うんですよ、で何かなと思って俺の手見たら、俺の手がもうパンパンに青紫になってる、うーわーって、そしたらその男も、いやお前それやばいんじゃねえかって俺の心配してくれだして、3人で病院行ったんですよ、すぐ行こうすぐ行こうって、で病院行ったら折れてますと、何があったのかは分かりませんがめちゃめちゃ折れてますよ、でもう俺悔しくて、もう彼女に手出されるわ、卑怯な手使うわ、折れるわって、最低だよ、もう最低だよ、もう散々の面持ちでバーンドア開けたら待合室で2人がめっちゃキスしてたんですよ、最悪やな、時にマグロ漁船に乗せられてまして、そうなんですよね、ええー、ほ
僕マクロ巨人乗せられてるんです。で、あの言ってもその海洋高校なんですよ。はい、だからみんなが修学旅行とか行く間、僕は赤道でマグロを取らされてたんですよ。ほんでそのオーストラリア沖の赤道なんですけど、そこでマグロ取るんですけど、はい、あのハエナワ漁業って言いまして、一本の長い綱に枝分かれにこう針がついてるんですよ。で、一本の太い縄をその機械に入れて、バーっていくと枝分かれになってる縄を生徒でもうみんなでこう手繰っていくんです。そうするとマグロがバーンって上がるんですよ。そうすると急いで近くにある出刃包丁で血抜きをしないといけないんです。で、ガッて血抜きをして、そんですぐに冷凍班ってパーンって渡すんですよ。で、こうまた綱を手繰っていくと、またマグロが来るじゃないですか。そしたらまた血抜きをバッてするんですよ。ただ上がってくるのはマグロだけじゃないんですよ。サメもバーンって上がってくるんですよ。で、サメが上がったら、サメはすぐに足を噛みに来るんで、近くにあるハンマーで頭ボッコンボッコン叩いて、サメを殺さなきゃいけないんですよ。はい、で、言っても驚愕なんですよ。だから女の子もサメにまたがって頭ボッコンボッコン叩いて、そうなんですよ。で、あの返り血を浴びながら女の子ってサメ殺した後フって笑うんですよ。何匹ももう殺してるから笑うタイミングも掴んでるんですよね。殺したタイミングも自分で知ってるんで、だからもう必ず顔にかかろうが何しようが最後フって笑うんですよ。赤道の上で。もうだいぶ前の話なんですけど、はい、僕大阪でね、うん、あの板尾さんとよくこう、はい、遊んでいただいてたんですよ。はい、当時もあのごっつええ感じっていう番組がやってはって、はい、また板尾さんは大阪に住みながら、うん、東京で番組を撮ってはるみたいな時期やったんですよ。うん、その時にあの大阪で、あのジュニアちょっと銭湯行こう言って、うん、で行ったんですよ。はい、ほんで2人でこうサウナ入ってたんですよ。ほんならあれ小5ぐらいですかね、小学5年生ぐらいの男の子2人がそのガラスサウナの中に入ってこないんですけど見つけて、うん、あれ伊藤ちゃんがゴッツ出てる伊藤ちゃんが、いや違うよな、こんな銭湯来るかいなみたいなことをずっと言うてんすよ。うん、ほんでもうちょっと鬱陶しいなと思いつつ、うん、伊藤さんも、うん、鬱陶しいな、もう言って他にもお客さんおるからもうバレたら嫌やから、もうちょっと出おかずにや言って、バー伊藤さん出会って、はい、ほんで水風呂にザワー入ってうわー出てきたら子供が「うわ伊藤かかりそう!」帰って変わったああ大サービス、大サービスやってくれたはあ彼はそんな計算なくんやからすごいですね。出た。いや僕33年間吉田優ミュージックやってきましたけど、今改めて俺は吉田なんやと思いました。バシッとやるね。まあ、あの僕おかんの話なんですけど、まあ、あの僕のおかんもちょっと変わってまして、はいはい、まあ、例えば僕中3の時受験勉強してる時とか、そんな周りは薄いと思ってないんですけど、自分気にしてカツラかぶって、うん、はい、真面目な真剣なカツラかぶって、でコーヒーを置きに来てくれて、あれおかんカツラやなと思って、おかんが出ていこうとする時に、おかんなんでカツラやねんっつったら、分かるかって言って締めていくようなおかんやったんですけど、そのおかんがちょいちょい今でも僕にあのメールを送ってくれるんですよ。で、あの生意気に顔文字を使ってくるんですよ。はい、で使う顔文字は2種類なんですよ。はい、あの絵文字じゃなくて顔文字の方なんですけど、あのこれとこういうやつと、はい、でこういうやつなんですけど、その使い方をちゃんと使ってくれたらいいんですけど、なんか違うんですよね。例えばこの間来たんは弟ユージって言うんですけど、ユージ病気で入院した、こう来たんです。あかんやそれは。ほんで「え何の病気や?」って僕も返信したら「肝臓の病気」って言ったんです。なくていいよ。なくていいよ。なくていいよ。入れなあかん思てんのかな。若ぶりたいでな。ずらにしても。ありがとうございます。いいタイミング出たね。あ、これいいタイミングですか。いいんじゃないこれ。じゃあちょっとメモ帳の方。いきなりはい。ここまでは何も考えてなかったんで。何も考えてない。はい。はい、わかりました。はい。
い、わかりました。5年ぐらい前に、はい、ロボットのなんかロケみたいなのがあったんですね。なんか相棒と生活するご老人みたいなのがいらっしゃって、でそこにこうロケに行ったわけですよ。でそのご老人が1ヶ月生活して、なんか元気に、相棒を通して元気になったみたいなロケだったんです。であのリビングに行って、家族全員ですね、お父さんお母さん子供たち、そしておばあちゃん登場みたいな。でおばあちゃん、そのあんま腰良くないけど、これ登場大丈夫なんですかって言ってたんですけど、いやいや、まあ登場の方がいいと思うんで、それで行かせていただきます。じゃあここで待ってたんですよ。でリビングでにこうソファに座って僕らいて、で奥のこの扉がないドアみたいなところからおばあちゃん登場なんですよ。でみんなでせーの、なんとかおばあちゃーんって言って、なかなか出てこないですね。あれ、おばあちゃーんって言ったら、うん、もう地面を張りくつばってこう。おばあちゃんだからね。いや腰悪いっつって、 なんでこれ死にしちゃったのかなって思いながら、だからこうなるじゃんみたいな感じなんですよ。まあそうやね、痛いんだから。そうそうやね。でおばちゃん、痛い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 って言ってるんですよ。で嫁さんが助けに行くと、ああもういいから出せ、自分でプライドもあって、それずっとなかなか来ないわけですよね、あの奥の方から。だからでディレクターどうすんのかなみたいな、僕らも何も言えないから、ディレクターさんパッて見たら、ディレクターさんなんか頑張れみたいな感じになってどういうことなんみたいな、いやそういうことじゃないでしょみたいな、これ登場できるかドキュメンタリーだったらいいけど、ちょっと番組の趣旨がね変わってくるわね、はい、それでまあずっと近寄ってきたら、子供がパッてなんか一言、おばあちゃん気持ち悪いっつったんだそしたら、はい、いったと思います。はい、いったと思います。僕あ天然素材の頃、天然素材の頃多いですね。天然素材の頃、あのまだ大阪に引っ越してなかったんですね。ほんでこう京阪とかで通ってて、でどうしてもあのダンスが遅くなったりしたら、安い昔から大阪にありますレジャービル、ホニャララいうとこがあるんですね。はいはいはい、でそこに泊まってたんですよ。はい、ほんで、まあ、そこはまあ安いで、まあ、汚い感じなんですけど、あの寝るところがこう200畳ぐらいのとこあるんですね。で200畳ぐらいあるとこに、あの習字で7時に起こしてほしい人はこれぐらいの大きいとこで7時って書いてあるんですよ、習字で。でこうプレートが立ってるわけなんですよ、うん、でそこに布団がバー並べてあって、それが7時に起こしてほしい人が寝る。なるほど。でちょっと1畳ぐらい離して、うん、次8時って書いてあるんですよ。ほんですごいね、8時またさっきと一緒で8時で布団が並べてあるんですよ。でも僕7時半に起こしてほしかったんですよ。俺が7時半の時どうしたらええんやろうと思って、はい、で真ん中に寝たんですよ。7時と8時の間に寝てたら、なんかこっちが起きた時とか、まあ起きてまんちゃうかなみたいな。ほんで7時半のところで寝てたんですね。ほんならそこを後から分かったんですけど、結構このこっちの人が多いんですね。で僕昔なんかそういう人に気に入られてて、はい、なんか気に入られるタイプだったんですよ、うん、ほんでこう7時半のとこで寝てたら、こうまあいびきかいて寝てたら、なんか急にこうなんかトントントンとかされるんですよ。ほんで、うん、あもう7時半かなと思って思うよね、トントントンってされたから、あ7時半やと思って起きたら、うん、7時のおっさんが触っとるみたいな。お前7時のおっさん触るよ。何時のおっさんは何時のおっさんかは俺は嫌やなと思って、ほんでまあまあええわ思って、で次寝てたらまたトントントンってやられたんですよ。ほんでこれまた7時のおっさん触っとると、でバッと起きて7時のおっさんの方見たら7時のおっさん寝とったんですよ。ほら次こっちの8時のおっさんが触っとったみたいな。で何やねんもういっぱいおるやんここ。ハゲがバレたかって話をちょっとさせてもらいたいなと。あの25、6ぐらいから来てたんですけど、僕ごまかしたんですよずっと、バレへんように。ほんでその時やってた仕事がロケに行って、そのロケをスタジオでみんなで見るという番組やったんですよ。でそのロケのオチが僕が水にはまって
小杉何ハマってんねんちゃんちゃんっておっちゃったんですけど、うんうん、それを見て僕は水ハマって出てきたらみんなが小杉ハゲてるやんってなったんですよ。 あんなにふんわりしてたんがでもロケのオチがすり替わってしまってもうスタジオ内がもう騒然となって、あんなにふんわりしてたのに小杉の頭あんなハゲてたんやってなって、ほんでなということは小杉があんな少ない毛であんなにふんわりしてハゲをごまかしてたんやってことになって、僕そっからずっと綿菓子のおっさんって言われなかった。綿菓子のおっさんって、はい、集めたらザラメぐらいの毛をふんわりさせて仕事行くとき、結構遠く行くときは、うん、吉本の大阪の NGK というなんばグランド花月の裏の駐車場で集合してからバス乗って行くとかが多いんですよ、うんうん、でまあ僕もその営業の仕事入って、うん、でまあそこの NGK の集合場所行ったんですけど、うん、ちょっと15分ぐらい前に着いてもんだんですよ朝に、うんうん、わりかし、うん、でまあでもサテン行くにしても15分しかないしな、うん、まあここでタバコまあ喫煙所あるんでタバコ吸って待っとこうと思った、うん、タバコ吸ってたら、うん、あの多分ねアメリカぐらいやと思うんですけど、うん、あの外国人のもう5、6歳ぐらいの兄弟2人がわー遊んでる、多分日本の観光に来て、うん、お父さんとお母さん向こうでなんか喋ってて、うん、でわーって遊んでるんですよ金髪の可愛らしい男の2人が、うん、でその頃は2人が僕の方パッと見て、うん、サムライって言うんですよ、うんうん、お前も悪い気しないじゃん、うんまあ、サムライって言われて、うん、イエスみたいな言ってたの、うんほんでまあまたそのタオル運んでるおっちゃんとかに来たらサムライとか言うんですよ、おっちゃんとかもイエスとか言うてるんですよ、ほんでまあある人には忍者って言ってるんですよ、でサムライ忍者みたいな通りする僕たち日本人を全部サムライか忍者に分けてるんですよ、でまあ法則すぐ見つかったんですけど、どうやらちょっとがっしりしてる人はサムライやと、で小柄とかシュッとしてる人は忍者って、そういう風にどうやら分けてるみたいですね。朝の時期で待ってたら、まあ、あの新喜劇の島木ジョージさんが向こうから歩いてきたんですよ、すっごい侍が来た、もうこれ法則で言ったら、まあね、むちゃくちゃでかい声で「侍!」って言おうのやろなって僕もこう観察してたのダブコイン、ほんで島木さんが「おはようさん」とかで駐車場のとか入ってきた時に、その弟の方がもうお兄さんの後ろにパッと隠れて、お兄さんも弟パッとかばって「モンスター!」って言われて。モンスターやったんです、侍じゃなかったっ、ある意味モンスターやけどな、あ、まあ、西洋の方から見たらモンスターやね、島津さん日本人のジャンルじゃないもんね、一昨年ぐらいちょっとお笑いライブの話なんですけども、2年前ぐらいにで僕が3人であの相方3人でやらせてもらってまして、あのお笑いブっていうのは大体のネタのコーナーとちょっとしたこうゲームコーナーみたいなありますよね、はい、でその時僕らネタもあって、その後にその3人の中では僕だけがそのコーナーに出るってことになってて、でライブもそのネタの部分も終わって袖のちょっと薄暗いところで僕スタンバイしたんですけども、で自分のちょうど出番があるからちょっと行こうっていう瞬間パッと見たら薄暗い中に相方がいたんですよね、山本という相方がいて、あ、分かったと、多分あの袖で見学したいのかなと思っているんかなと思って、でこう出る瞬間にたまたま僕がさっきほじってて鼻くそを持ってたんですよ、なんかこう本当にこう手遊びみたいな感じでこうやったらたまたまあったんで、出る瞬間にちょっと本当にいたずら心でちょっと山本ちょっと持ててくんないって言ったんですよ、でもう大体もう汚ねえよって言うかなと思ったら暗いもんやから普通におーいいぞって持ってくるんですよ、あれと思っておかしいなと思って、でまあいいやと思って出たんです、んで舞台出てなんか大喜利とかこうやって先輩たちとあのジェスチャーゲームとかやってて10分ぐらい経ったんですよ、ほんでふとパッて舞台袖見たら薄暗い中で山本がまだこうやってちゃんと持ってたんですよ、まだ持ってたんですよ、ほんで袖戻ったら初めてなんですけどそんなもん返されたの、おこれさっき預かってたやつですそうですよ、で後々聞いたらなんかビーズかなんかと思ったみたいな、ちゃんと帰ってきました鼻くそが、真面目今年の5月にですね、はい、世紀の一戦が行われるというので、ラスベガスでパッキャオとメイウェザーというのが戦うということで、こうボクシングファンとしてはこれはどうしても生で見たいと、
これなんとかならないかなということで、いろんな人にこう力を貸していただいたら、チケットが1枚だけ手に入ったんですよ。1枚だけなんですよ。でもこれは行くしかないということで、人生初の一人旅です。一人ラスベガス。一人ラスベガス。日本国内も一人で旅行なんか行ったことないですよ。これでもこの試合見るためにはもう一人で行くしかないっていうんで、もうめちゃくちゃビビってるんですよ。もうドキドキしてるんですよ。成田初なんですけど、もう千葉ですよ。そこ行くのにもうビビり倒してるんですよ。俺気づいたら3時間前に着いてたんですよ。ね、ほんでとにかく何かあったらあかん思って中入らんと、もし飛行機乗り遅れたりとかやったらえらいこっちゃと思ってるから、もうすぐ入って、ほんで僕旅慣れてないから中入っても何かいろいろあんねや思ったら何にもないんです。だから入ってもうたら、イミグレーション入ってもうたら、入ってもうて何にもない。3時間ある、もうラウンジ行くしかないっつって、俺ラウンジ一人で入ってやることないし、ビール飲んで、ワイン飲んで、ウイスキー飲んで、もうベロベロですよ。千葉でベロベロ。ほなちょっと帽子の大きいマダムに声かけられて、あなたとか言って、大ファンなの、写真撮りましょうとかで写真撮ってもうたりしながら、でベロベロでやっと3時間経って飛行機乗りました。携帯を充電せなあかん思って、で充電器さし、俺の充電器はまたあの一番コード短いやつなんですよ。でこれコード電話差し込む、床にもつかない、この上の棚にも乗らない、だからちょうどやり終わったバンジーみたいな感じなんですよ。もうしゃあないわ思って、でも酔うてるし、そのまま俺離陸前に寝てもうたんですよ。ほんでしばらくして起きてご飯でも食べようかなと思ってパッて見たら携帯ないんですよ。携帯外れてるやん。とかってシートの下とかこことかどこ探しても携帯ないんですよ。いや初の海外一人旅、携帯なしはこれ無理やで思いながら、もう探して探してたら CA さんが来られて、どうされました、いや携帯がないんです、違いましょうとか言ってペンライトでシートの下とか見るんですけど、どこ見てもないんですよ。ほんで俺の後ろに3席あったんですけど、リリー君の時にスーンって向こう行ったんちゃうかなと思って、ちょっと後ろの方にも聞いてみますとか言って、すいませんって後ろの人3人立ってもうて、そのシートの下とか見るんですけどないんですよ。ないですって、シーさん本当に携帯刺されてました、このコードは見たこと見覚えあるんですけど、携帯なんかなかったようなみたいな、いや俺刺す、いやでも酔ってたけど、いや刺した、いや絶対刺してますみたいなことになって、でもこれどうしましょうってなったら、ついてとにかくお客さん全員出てもらって、整備士にこのシートをめくって中調べてもらうしかないって言うんですよ。そこには僕は立ち会えませんって言うんですよ。いやそうですか、だからどうしようもないです、とにかくお食事でもされますかとかで食事出されるんですけども、味全くしないですよ。携帯ないって、ほんでそっからサンフランシスコでトランジットなんですけど、サンフランシスコまで俺何回も探すけど全然ないんですよ。ほんでもう降りてくださいって俺飛行機降ろされて、ほんで CA さん親切に、もし出てこなかった場合はここに電話してくださいみたいな紙を渡されて、ここに電話するその電話がないんですよと思いながらも、ありがとうございます言いながら、でも入国審査イミグレーション並んでくださいって言われて、今整備士がやってますからとか言って、ほんと俺並んでたら、結構そんな時に限ってなんか結構スムーズにみんなこう入っていって、あと3人で俺もアメリカ入国なんですよ。携帯ないんですよ。これどうすんねんどうすんねんって肩叩かれて、パッて見たら黒人の整備士さんが俺の iPhone を出してくれたんですよ。俺初対面の人と初めてうわーって外して、サンキューサンキューって言ってよかったと思ってラスベガスなんとか行けて、ほんで試合中、俺ラスベガス2回目なんですけど、20年前ぐらいに友達と行ってるんですよ。その時にちょうど MGM の前にバーンってポスター貼ってあって、タイソン対ホリフィールドって言ったの、タイソンが耳かんだ試合の間もなくゴングみたいな時に行って、これ中で見る人ええなと思ってたんですよ。っていうその MGM、 憧れの MGM に俺一人で入って、うわここかとか思ってたら、いろんなこうセレブリティの人たちが会場のモニターに映し出されるんですよ。いろいろ言ってたね、レオナルド・ディカプリオだ、ロバート・デニーロだ、ほんなホリフィールドってバーンって、ホリフィールド来てんねやと思って、すげえなー思ってたら、
こっちからタイソン歩いてきたんですよ。うわータイソンやー思って、ほんならみんながタイソンタイソンってうわー寄っていくじゃないですか。ほんならタイソンバー歩きながら全然知らんおっさん寄ってきた、そのおっさんが持ってるポップコーンめっちゃ食べるって。タイソン知らんおっさんのポップコーン手数すごいね。左出るなーみたいな。あいつだけですよ MGM で人の耳と人のポップコーン買うの。っていう旅で楽しかった。でもまあセレブがいろいろいましたけど、もちろん写真なんて撮れることもできず、でも唯一俺はこの旅でセレブとツーショットで写真撮ったんですよ。これがその行きのベロベロの成田空港で撮ったのが、その帽子の大きいマダムが、これがアパホテルの社長やったんですよ。だ俺 MGM のセレブとは取れませんでしたけど、APA のセレブと違って、これが一番の思い出です。いやー携帯は結局何やったんだ、武藤から投げてたんだ、ね、注入時代からポン落ちてもうたん。はあ、大阪でラジオをやらせていただいてて、それの企画であのマラソン大会に出ようっていうことになりまして、でまあとりあえず若手の芸人、あの荻野慎吾いうやつと、あの谷川由里いうのと、で3人で、でとりあえず出よう言って、でまあ出たんですけど、ほんでまあ淀川マラソン大会をバーって走ってて、ほんでバーって何百人走ってたんですけど、まあゼッケンってつけていくんですけど、だいたいゼッケンがあって、で上にニックネームを書くところがあって、で、あの申し込み用紙、確かにそう言うたらあの あったなニックネームの欄、で、まあ、普通に名前書いて、でニックネームのとこは、まあ、どうしようかってなったけど、まああのラジオの名前を、うん、チーム名にしよう、でそれを書いたんです。ほんで書いて出したから、僕らはそのフォアボンっていう、まあ、チーム名になったんでフォアボンって書いてるんです、うん、でわーって走っとって、僕らは何も気にせんと走っとったら、よう見たら結構みんな書いてるんですね、そのニックネーム、うん、例えばまあゴリゴリのおっさんやけどペコちゃんみたいな、うん、あペコちゃんおったのって、うん、でみんながこうやってあれ誰なんですよ、あれなんなんですよみたいなの探してたんですけど、その時に荻野慎吾が発見したんですけど、あの気まじめさがそんな裏目に出るかと思ったおじいさんおったんですけど、うん、特にありませんって書いてあの多分ニックネームないから、特にありませんって書いたのが全部ここに反映されて、だからその周りで走る人全員半笑いで笑ってまうわそれは、かわいそうだったという。僕ですね、7年8年ぐらい前にあの山田洋次監督の映画に2回出させていただくことがありまして、あのもう若手のペーペーの時に学校2っていう映画と、で虹をつかむ男南国奮闘編っていう、めっちゃ有名やん、はい、もうペーペーの僕にしたらすごいビッグビジネス、しかも英訳やったんですよ。で虹をつかむ男においてはもう西田さん主演なんですけども、吉岡さん、キョンキョン、僕が板付きでホテルに南の島にずっとおるんですよ。あでも初めて芸能界やなっていう感じだったんですね。でパッて見たら、紙見たら7時に、西田さん、吉岡さん、ロビー集合出発、8時に小泉京子さん、小籔和人さん集合出発となってるんですよ。うわーすごいなと思ったんですけど、朝僕8時前にパッて座ってたらピョンピョン来るんや、もう何しゃべってんやろ、見たいし喋りたいけど、いどうしようってだんだんドキドキしてきたんですね。ほんでピョンピョンパッて来て、あおはようございます、よろしくお願いしますって言ったら、あどうもみたいな、よろしくお願いします言って、ちゃう方座るんかなと思ったら僕の前ファッと座ったんですよ。キーズこと優しい人やな、素敵な人やなと思ったんですけど、僕も何喋ってるか分からんかったんですよ、もう下っ端すぎて。ほんなら、あの吉本の方ですよね、あはいそうなんです、であのお笑いの人ってすごいですよねみたいな、いやいやそんなん僕なんて、いやもう、まあ、昔あの OBC でダウンタウンとすれ違って、わダウンタウンだとか思ったしね、私お笑い好きなんですよ、あそうなんですか、もう先輩とかもすごいですけどね、お笑いの人っていうのはもう普段賢くて、でそういう立派な方多いんじゃないですか、でもそれをもうたどるしかないから、ああそうですね、いや僕ねアホの坂田という、まあ、坂田師匠という方いらっしゃるんですけども、あの人本当に素晴らしいなと思うんですよ、まあそない思ってなかったんですよ。まあ、すごいいや全般
吉本の先輩全般すごいんですけど、はい、その時出てきたのがたまたま、はい、そのあ、分かるよ、ニュアンスは分かるよ、はい、けども、うん、なんかもうたどるしかないから、うん、アホの坂田師匠で本当にすごいです、すごいんですよ、本当は普段は賢くて、うん、で僕らにも優しいですし、うん、でもアホというその異名を一手に引き受けてる芸人というのはすごい覚悟だと思います、うんうん、僕はもう坂田師匠のこと本当に尊敬してますし、うん、本当にすごい人なんですよ、うん、キョンキョン、あ、そうなんだ、坂田さんってそうなんだ、あ、本当に素晴らしい人なんですよって喋ってたら、ここにテレビあったんですけど、てん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 てててててててっていう、もうペラペラの音楽流れ出したんですよ。うわ、嫌な予感するなと思って、パッと見たら、それは大阪のテレビが CS 放送で南の島に流れてたんですけども、吉本満載テレビっていうテレビがあったんですね。もう大阪で見てたら、別にそれは普通の大阪なんですけど、なんかそのキョンキョンというメジャーリーガー、すごい一流芸能人の前で、なんか同じ吉本として、ちょっと恥ずかしさを、まあ、覚えてしまった。ちょっとわかるぞ。なんでやねんみたいな。でもまあ、あ、じゃあ吉本の、あ、テレビじゃないですか。出はるの？いやいや、僕はそんなまだまだこんなにも出れないです。あ、そうなんだ。で、見出したから、僕ももう喋ることないし、これ見てたんですね。あんたなんかロケに変わって、坂田師匠とドン・キホーテで行く、チンチン電車の旅っていうふうになったんですけど。ドン・キホーテってあのコンビね。はい。っていうか漫才してます。アホの坂田だ、うん、あ、お前すねえ、偶然すねえ、パッと見てたんですよ、うん、ほんだら、アホの坂田でございます、あんた知らぬのバカね、おほほ、フェン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 ってやったんですよ、うん、普段見てたら別に僕なんてことなかったんですけど、うん、ものすごい恥ずかしくなったで、行きましょう、で、車道と歩道の間をこう鎖がこういう風に咲いてたんですけども、そこをなんかね、坂田師匠をまたいだ瞬間、ドン・キホーテさん2人がですね、パッて鎖を上げて、坂田師匠の股間に鎖が当たった瞬間、坂田師匠、っていう全然面白くないボケを。いや面白いですよ普段は面白いんですけど、カメラが寄ったり引いたり、寄ったり引いたりですよ、最悪や思って、こいつほんまアホの坂田、ほんまアホの坂田やろお前、首蹴ったろか思って、なんで首蹴んねん、あかんとこですよ、普通の仕事やんな、フェーフェー言ってもうしつこいぐらいやるんですよね、クソこいつのってファッて見たらキョンキョン全然笑ってない、偉い人やな、偉い人やな、まあまあまあ、思ってほんでそのチンチン電車に乗って、もう3人さんがまあ面白い感じでロケを進めてあったんですね、ほんだらそのテレビの中の3人、ドン・キホーテさんと坂田師匠が次の駅を指さして、キョンキョンやキョンキョンやって言うんですよ、キョンキョンと僕初めて会うて、吉本とのテレビがあるテレビの中で次の指さ、ね、指さしてキョンキョンやキョンキョンや、やっぱりキョンキョンを見たら、まあそりゃそうですよね、データそれ吉本満載テレビキョンキョンやキョンキョンやキョンキョンや言うて、駅プシュついてドアパッと開いたら、若いみどりさんが、吉本のキョンキョン若いみどりでキョンキョンでなぎさの灰からにんじょ、こいつも首蹴ったのか思いますよ、最悪や思って、えらいタイミングやな、吉本のキョンキョン若いみどりっておばあちゃんですよもはや、うん、もうやね、えらい人です、ええ人なんです、いつもお世話になってるんですけども、あのタイミングで鼻毛描いて、なぎさの灰から人形最悪やのって、ファッて見たらキョンキョン見たこともないこと、こんなんで見たことないそらなりますよ、でも吉本であることあんなに恥ずかしいと思った瞬間なかったですわかるわ、首蹴ったらあかんけどな蹴ってはないです、いや長年の恋が実った話なんですけども、はい、僕こうやってテレビ出させてもらうたびにですね、はい、このスーツ着て伊勢丹の紙袋ですというつかみをこうやらせてもらってたんですよ、でそれをこう言うきっかけになったのがですね、10年前に僕上京してきまして、でその時は普通のスーツでやってたんですけども、まあ、相方がある時東京はボケとツッコミちょっとパッと見ただけでわからなあかんと、お前なんかちょっとこう分かりやすいスーツを買ってこいって言われて、で僕原宿の竹下通りを歩いてましたら、ビジュアル系バンドの店がありまして、でこれが飾ってあったんですよ、ほんで僕関西出身なんで伊勢丹っていう馴染みがあんまりなかったんですよね、ほんでただ単に派手なスーツやなと思ってこれを購入したんですよ、ほんで初めてこれ着てライブ出て、で終わったらですねお客さんのアンケートってあるんですけど、お客さん全員が伊勢丹伊勢丹伊勢丹って書いてるんですよ、でこれ何やって聞いたら、そういうデパートがあってその紙袋の柄がこれとそっくりやと、あ
これはいいこと聞いたと、うん、で忘れもしない第1回 M1 グランプリの準決勝、はい、これも勝ったら決勝出れるという大事な舞台で初めてこれ来て、うん、伊勢丹の紙袋ですって言ったんですよ、うん、ほんでドカーン受けて、でそっから4分漫才したんですけど、うん、まあ伊勢丹って言った時がまあ笑いのピークやったんですけど、つかみは大事って聞いてたんですけど、あのつかみすぎたという、はい、あのしばらく漫才始めてもお客さんがざわざわしてる、邪魔やな、まあ、そういう現象が起こったんですよ。でもそれを引き換えにいいつかみをこれ得たなと思って、まあね、あのずっとこう伊勢丹の紙袋言うてたんですよ。ほんなら数年後、あの今田さんとか松平健さんがあの出てはるあのバニラ気分という番組に出させてもらうことになりまして、あの事前打ち合わせでですね、あのスタッフさんがそんだけ伊勢丹って言ってて伊勢丹側から何か言われないんですかと、あそういえば何も言われないですね、あそしたら分かりました、こちら側であの聞いときますんで、でその答えを本番で発表しますみたいな感じで、で本番になりまして、あの松平健さんがあの伊勢丹側からあの手紙届いております。おいで、カウカウの多田さんをどう思われますか、うん、という質問に対して伊勢丹側の答えが、はい、そういう質問にはお答えできませんというすごいクールな返答やったんですよまた松平健さんが読み上げたんで、なんかすごい怒られてる気分になったんですよ、はい、でその時はまあへこんだんですけど、うん、今年笑っていいともに出してもらった時に、うん、このエピソードをちょっと言わしてもらったんですよ、うん、ほんならですね、偶然伊勢丹の社長さんからあのお電話がありまして、いいとも見てましたと、電話口のものが大変失礼しましたと、一回カウカの多田さんにお会いしてお礼を言いたいっていう電話があったんですよ。すごい。で先日僕言い出してから10年越しに伊勢丹の社長さんに直接お会いしまして、あのいつもありがとうございますと言っていただいて、お礼に伊勢丹の紙袋をいただいてます。まあね、十分なんだ。10年言ってきてこれかい。でもありがたくいただいたという、はい、ありがとうございますという。1ヶ月ぐらい前に、うちのおばあちゃん、おかんのおかんなんですけど、うん、のおばあちゃんが、米寿なんですよ。88歳で。ほんで、その、おかん側の全部、兄弟と、あと孫なんかで、熱海で、温泉で、その、米寿のお祝いをすると。はい、ほんで、おかんから電話で言って、あんたもおいでと。ほんで、いや、仕事ずっと分からへんな。仕事がもし早めに終わったらいけるけどな。で、僕、かなりおばあちゃん子で、おばあちゃんにちっちゃい時育てられたんで、ほんで、仕事早めに終わったんですよ。ほんで、いけるってことで行ったんですよ。ほんで、おかんが長女なんですよ。おかん、長女、ほんで、弟が二人でんですね。ほんで、上の弟が、大学教授なんですよ。ね、ほんでそのかなりしっかりした方で、うん、その難しい大躍進がどうとかみたいな本をいっぱい出してある人なんですよ、うん、ほんでその下の弟はもう何をされてるかよくわからないぐらいのもうめっちゃ口の悪いおっさんなんですよ、うん、ほんで僕十数年ぶりにそれ行って会うたんですよ。ほんでみんなこう一人こうお膳があってこうおばあちゃん真ん中置いてこういろいろねご飯食べるんですよ。ほんならその下の柄のあるおっさんがその自慢の兄貴なんですよ。兄貴のあの本はあれすごいなぁと、まあね、あれはすごい言ってよ。で俺に「ああお前なんか本出したらしいな、お前の本なんか売れるか!うん」って俺十数年ぶりに思って、なんでこんなこと言われなあかんの、うん、って思ってたらおかんが、うん、これ腹立ったんでしょうね、うん、息子が言われてるから、うんうん、お前の本なんか売れるかー言うた瞬間、おかんが、そこそこ売れてます。言うんすよ。で、お前な、テレビ出てくるやろ、お前な、暗いねんって言うたおかんが、最近は明るいです。いやいや、俺な、お前ら見てて、俺テレビで笑ったことないで、おう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 、面白いです言うてんすよ。ほんでおっさんが最後に、ほんでお前ら二人揃ってな、お前らブサイクすぎんねん言ったらおかんが、何も言うてくれんねん
僕映画に出演したことがありまして、はい、でその僕以外の人がほんまに結構有名な役者さんばっかり で、うん、であの映画の台本に書いてある役の順番って結構その役の重要さに比例する部分あるじゃないですか、うん、ちょっと台本順に言わせていただくと、うん、山田孝之、うん、小西真奈美、うん、牧陽子、うん、池脇千鶴、うん、二階堂ふみ、うん、山内健二僕やったんですよ。でちなみに僕の後が水森アドさんやったんですけど、すごいラインナップの映画来たなと思って、で台本もらって見たら山田孝之さんの会社の同期役やったんですよ。結構大事な役 でまず衣装合わせがあって、で衣装合わせに行ったらあの監督がちょっと衣装合わせって言ってたんで急で悪いんですけど本読みさせてもらっていいですかって言われたんですよ。で一応台本読んで役のイメージ掴んでたんで、うん、あ、いけますって言って、じゃちょっとあの本番までに固めてきてほしいんで、じゃあ本読みさせてくださいって言われて、で返し、ここ返させてくださいって言われたシーンが、あの僕が山田孝之さんに胸ぐらを掴まれて、うん、あのこと言ってないだろうねって詰め寄られるシーンやったんですよ、うん、でそこで僕が分かってるってそんな顔してたらお嫁さんに嫌われちゃうよって言い返すとかです、うん、で本読みなんですけどこれ照れたらまずいやろうな思って、うん、一応自分のイメージ通りにやろう思って分かってるってそんな顔してたらお嫁さん嫌われちゃうよって言ったんですよ、うん、そしたら監督がはいちょっと違いますって言われて、でそこでまずはずってなってはずってなってもうだいぶクラクラってなったんですけど、ここでその間違ってた感出したらまずいと思って、あそうですか、あのどういう感じでやってほしいんですかねみたいな感じで言ったんですよ。そしたら監督があのこうしてくださいこうしてください、あその喋り方が一番近いんで当日までに固めてきてくださいって言われた喋り方が、わかってるってそんな顔してたらお嫁さん嫌われちゃうよってほぼ熊野プーさんやったんですよ。あこれですかと思って当日までにそれを固めてきてくださいで分かりましたって言って、当日までその喋り方で練習して、で本番迎えて山田孝之さんとの最初のがっつりしたの絡みのシーンがその本読みのシーンやったんですよ。でまずリハーサルやったんですけど、うん、あの役者の方ってもうリハーサルからの全力でされるじゃないですか、うん、あのもちろんなんですけど、で僕もここはもう照れたらあかん思って練習してきたもう全部出そう思って、で山田孝之さんに胸ぐらつかまれて、はい、あのこと言ってないだろうねって言われて、うん、僕は山田孝之さんに、はい、分かってるってもうこんな顔してたらお嫁さん嫌われちゃうよって言ったんですよ。した監督がはい OK って言ったんですけど、あの山田孝之さんが僕の胸ぐらつかんだまま監督の方見て、うん、いいんですかって。ふざけちゃう。知らん芸人がぶっこんできたと思われて。家庭知らんから。急にかましたみたいになって。いや台本通りやってるんです。かなり早い。やりよったなみたいに山田孝之さん。こいつやりよったな。やりよったないな。受けよう思ってやった思う。僕は監督の指示通りにやったんですっていうのは。山田孝之に嫌われちゃったね。うん、僕昔新大阪っていう大阪のもうところに住んでたんですけど、いつも駅と違う方向ちょっと散歩してみようと思ったら、昼前ぐらいにパン屋さんがあったんですよ。うんここ見てでもなんか雰囲気美味しそうやし一回入ってみようと思う。ほんならよくあるパン屋さんでこうトレーに例えばこうフランクロやったらフランクロが山積みされてるとか、あのサンドイッチがこう積まれてるとかのとこあって、僕カレーパン好きなんでカレーパンのそのなんかウインナーロールみたいなのをこうって書いてあって、食べたらカレーパンめっちゃうまいんですよ。もう外カリカリで中はいい具合にトロッとしてる、僕の中で一番ベストもう This is カレーパンさ完璧に、もう僕これ多分今まで食ってきたカレーパンの中で一番うまいと思ってテンション上がってこれうまいで、で当時嫁と同棲したんで嫁にもここのカレーパンめっちゃうまいわって言って、明日行こうやまたって言って明日昼前にって言って行こらって言って、ほんで朝はまた目覚ましかけてないって言ったんですよ。ほんでわーって言って、ほんでこうトレー持ってこうトングあの掴むやつ持ってパッと見たら次の日ですよ、今までこうウインナーロールとかそんな山積みされてたとこにあのコンビニで売ってるランチパックが山積みされてたんですよ。えっと
って。ここあのランチパックの卵サンドで、ここバタージャムでってなってて、えってなって、なんか僕夢見てるんやと思って、その日は帰ったんですよ。で次の日もう帰ってみようと思って行ったら、長い間ご愛顧ありがとうございますって言ってたんです。分からないです、そのまだね、店潰れるやったら分かるんですよ、なぜ一回ランチパックを置いてたのか分からないんですよ。王道の道で、これは未だに僕の中で夢なのか、その何があったのか分からないですもうそれ以来そんなうまいカレーパンには出会ってない、出会ってないです。それ以来、なんか4人も奇妙なみたいな。これ本当にね、ちょっとねアメージングな話で、まあ、漫才協会に入ってるいるんですけども、おなじみの、まあ、いろんなあの芸人さんがいまして、あのビッグボーイズさんっていう芸人さんがいるんですね。で大体芸歴25年ぐらいやってまして、まあ一応もう師匠って言われてる50歳ぐらいの師匠なんですけども、そのビッグボーイズさんがすごい昔からそのテレビに出たいっていうすごい優秀賞 で最近僕らがその少しエンタの神様とか爆笑レッドカーペットが出ると必ず電話かかってくるんですよ、うん、どうやったら俺らも出れるんだっつって、ネタ見せに行きたいけどどうしたらいいんだっつって、うん、いや僕らに機会の人分かんないんでっつって、うん、でもガンガンそういう電話かかってきてて嫌だなと思ってたんですよ。そしたら最近その本当に出るためにネタを作ったっつって、それがラップなんですね。このラップがあのたまらんぜっていうラップで、そのあのなんとかなんとかたまらんぜ、なんとかなんとかたまらんぜってずっとそれを言うだけのラップなんですよ。でそれもなんか年金生活たまらんぜ、女にモテなくてたまらんぜとかって別に何にもいいよないひねってもない、ひねってもない、ただたまらんぜっていうだけなんですよ。たまらんぜは言いたい。でそのなんか音源も自分で打ち込みかなんか作ってて、ツッツッツンツッツッツン、なんとかなんとかたまらんぜって言って、それをなんか始めるときに僕らそれでスタートボタンを押して流さなきゃいけないんですけど、自分たちで作ってきた音源なのになんか途中で合わなくなって、なんか音止めろとかって言われたりとかするんですよ。で、まあ、ある日そのビッグボーイズさんと一緒に仕事する機会がありまして、宣材写真を師匠の写真欲しいんですって言われたら、ホームページから勝手にプリントアウトしてくれって言われたんですよ。じゃあそのホームページなんかあるんだと思って、パソコンで検索したらビッグボーイズのホームページへようこそみたいなとこがあったんで、そのクリックしたんですよ。そしたら何回クリックしてもこう全然何の反応もないんですよ。それでもうちょっと夜中だったんで、なんだこれと思ってもう寝ようと思って、もう電気消してもう寝てたんですよ。そしたらもう普通にこう寝てて1時間ぐらいだと思うんですけど、寝てたらそのパソコンからトゥン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 トゥ流れるんですよ。でも一気に目が覚めてしまったっていう話なんですけど、最悪の師匠重たかったんや、たまらんぜラップ、見ていただければと思いますんで、いろんな人、いろんな人いますね、すごい広い荒くアグレッシブに、そうだね、前向き、はいはいはい、なるほど、こういうこともあるんですね。こういうことね、多々あるんですよ。ああこういうことあるね、チャンスですね、まあ2回ぐらいはあるかな。これ全然今あれですね、はい、用意してなかったですね、この2回。そうだね、なんか1回終わってホッとして、ね、ホッとしてね、皆さんの話聞こうななんて思ってたら、いいな、じゃあこれでいいかな。より滑れない度が強い方がいいですよね、じゃあね。そうね、そうね。まあ、5年ぐらい前ですね、これもまた桜エビの漁を取る体験するみたいなロケがありまして、番組ロケで、はい、またロケ行かせてもらいまして、まあ、先ほどのロボットのロケと同じスタッフの方なんですけども、いろんなことを毎回やるんでね、はい、そうなんですね、いろいろ経験しようみたいな、でその日になって待ってたら、まあ、海がとにかく荒れてると、これちょっともしかしたら船出せないかもしれないなんて言ってたんですけど、半ば強引に行かしてもらったんですよ。そしたらそのディレクターさんが来て、山ちゃんとか大丈夫よなんつって、初めてでしょこんな海、はい、初めてです、酔い止めとかちゃんと飲んでないとやばいよなんつって、そんな感じの人なんですよ。
じゃあ分かりましたって船出て、まあ揺れるんです。ほんでグワン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 揺れて、でその現地に着いて、そしたらですね、まずスタッフ全員、カメラさん、音声さん、ディレクターさんっているんですけど、みんなちょっと顔色悪いんですよね。もう僕らは大丈夫なんですよ、むしろなんかこう結構酔い止め飲んだから。でそれもすごい、まず音声さんが倒れて、もう音声さんがもうどうしようもないってなっちゃって、でディレクターさんが僕らのマイクつけるみたいな。でとりあえずはここに現地着きましたみたいな、もう元気ないんですよあんまり、あれちょっと元気つきましたみたいな感じだ。こんな感じですよ、あれみたいな。出航の時は山ちゃんなんて言うんですけど、あの時の勢いが、フランス語みたいなの感じで、フランス語みたいな。でそれでディレクターさんとカメラマンさんで、で横からよいどうぞみたいな、3219っつって、で「あっ桜エビ着きました、ここでやるんですね」なんて僕ら2人でやってたら、もうやってる間にディレクターさんがツカツカツカっつって、あの船の端の方に行って「うわ!」ってやってるんですよ。もうすぐそこら辺で、でもディレクターさん止める云々ないから、これやべえなと思って、でも やり続けなきゃいけないじゃないですか。そうやな。でまあ、いやでもね、本当あれやったことあるなんて言って、どうにか伸ばさなきゃいけないみたいな。そしたらカメラマンさんがこうやってたんですけど、カメラマンさんもなんかこうみたいな、もうカメラマンさんも来ちゃってるんですよ。でカメラマンさんはちょっとなんかこう船体の中みたいな、あの運転するところ、こう屋根のあるところから後ろから僕らを撮ってるみたいな感じだったんですね。はいはい、でカメラさんってなって、でもカメラマンさん行かれたらまずいと思って、これどうすんだろうなと思ったら、カメラマンさんが横にある小窓カッて開けて、うえって開いたんですよ。待ってんすよちゃんと。気分悪い、偉いな、でもプロだなと思って、プロだなプロだなプロだな。そうですよ、やな。でずっと入ったらディレクターさんがロロロって言って戻ってきて、はいいただきましたって言ったんです。何をいただいたんですか。僕は5年ぐらい前に、ヘルニアで入院しまして、で腰の病気なので、あんまり立てない状況で、ずっと寝たきりの生活続いてたんですけど、6人部屋で、僕以外の人もみんなおじいちゃんの部屋に、もう今空きがないのでここですいませんお願いしますって、結局1ヶ月間退院するまでずっとそこにいさせてもらったんですよ。これきついな、おじいちゃんとずっとなんの。んでみんなね、芸人の人が来てくれるんで、騒ぐとおじいちゃんもちょっと怒りあるんですよ、静かにしてくれやとかで、嫌やなと思ってて、でずっと生活続いてたら、ある法則を見つけまして、その法則っていうのが、僕の問い面のじじいが、夜中1時から2時ぐらいまでの間なんですけど、ブスッって平行きなんですよ、ブスッって乾いてるのもうブスッみたいな平行です、ほんならその両サイドのじじいがパッと起き上がるんですよ、でその3人でゾロ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 ってトイレ行くんですよ、で僕見たら あれと思って、それがね 2,3 日ブスッって言ったら、またじじいがパッと起き上がるチュ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 、まさに宝石や、宝石もこれなんじゃこれ、なんじゃこの宝石、それから塀で起きて、目覚まし代わりになってんちゃうやろなと思って、10時半ぐらいにものすごいことを考えついて、3人が寝てるところの目の前でブイーって聞こえたったんですよ、ほんなら両サイドのジジイがパッと平で起きたんやと思って、ほんなら片方のジジイが早いな。こう初めての体験って、まあ、いろいろあるじゃないですか、初体験、いろんな初体験が、俺ちっちゃい時に、あ、今嘘つかれてるっていう、あ、俺今嘘つかれてるなって思った、初めて思った時があるんですよ、それ鮮明に覚えてるんですけど、小学2年の時に俺そろばん塾行ってて、ほんでそろばん塾行くと4年生の女のだ、まあ、いたお姉さんがこうプリント配ったりいろいろやって、ちょっと世話を焼いてくれる人がいて、その前にこう出たら、そのお姉さんに俺小学2年生の時ラブレターをもらったんですよ、本当と思って俺もドキドキしながら、それ一人でこっそり読んで、ほんそのそろばん塾のそのカバンの奥の方をしまって、で家帰って、でご飯食べてお風呂入って、でさあ寝ようって。おかんと一緒にこう寝る時に、僕今日あのラブレターもらったって言った、なおかんが「えっ!?」って言って、「それ今どこにあるの?」って言ったんで、
俺はなんかこう恥ずかしいみたいなこともあって、うん、もう捨てた、うん、捨てたって言ったら、うん、何してんのって言っておっかんが俺の肩バッて持って、うん、ラブレターっていうのはこれからももらったら絶対にお母さんに見せなあかんもんなんやでこの距離で俺絶対嘘や絶対そんなわけないめっちゃ嘘やな俺今嘘つかれてるって薄暗い部屋でもうめっちゃ怖かったんですよそれすっごい覚えてる、うん、その同時期に初めて虫図が走った日っていうのも俺覚えてて、うん、後々あれ何が走ったんや あれ虫図やったんやあれ走ったやつっていうね初めて虫図が走った日を俺またそれも鮮明に覚えてて同じ時期に聖司と二人でこう寝てたんです、うん、ほんなら、まあ、聖司はすごいガンダムが好きでその時すっごい流行ってたんですで俺はそこまでガンダム好きじゃないんだけど、まあ、聖司越しにちょいちょいまあ見てて、うん、何個かまあガンダムも知ってるぐらいの軽く知ってる感じで寝てたら聖司が突然ズゴックの爪なんぼやんって言ってきたんです、うん、俺小2聖司小6、うん、なんかズゴックってこういうロボットがいるんですよ、うん、はい、ズゴックの爪なんぼやんって言ってきたんです、はい、で俺はえ何言うてんのやろと思いながら3本って言ったんです、うん、なら聖司がえズゴック3本かって言うからうん、ズゴックの爪3本あれ俺はなズゴックの爪4本やと思うけどなお前何本やもうねんって言うから、うん、え何やこれ思いながらあのズゴックの爪は3本って言ったら聖司がそや自分が間違ってないと思ったら絶対に負けるな何これ何やこれ何やこれなんか走ってる走ってる走ってるこれ虫図やつそれさ今走りました腹立つな腹立つわあいつほんまに初めて飛行機のビジネスクラスに乗らせてもらった時の話なんですけど、はい、大阪の番組でベトナムに行こうって、はい、で初めてビジネスクラスに乗せてくれる、で緊張して座ってで僕英語全然ダメなんですよ、でもう読むのもできへんし喋んのもよう喋らんでその飛行機がベトナムの飛行機 でビジネスクラスの前の方を座らせてもらったんで前は席じゃなくてちょっと空間とか、あの壁のとこやったんですけど、これほんまに思いながらパッて見たら CA さんもベトナムの人で、うん、なんかあの綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ何やろ思いながらでちょっとちょっと笑った方がええのかな思いながらってやったらそのままうなずきもせんとあ分かんねえねやみたいななんかどうしていいか分からん状態なんですよ。それで飛行機がバーンってなってプーンって言って、まあ、座席倒していいよってなった時にパッて見たらボタンが4つあるんですよ、座席的なボタンが。でこれ何や思って普通2つぐらいですよ、で1個バーン押したらウィーン言うて氷ぐらいにもしていくんですよ。これはまあ分かるわ。ほんで、左から2番目、それは一番左で、左から2番目をポンと押したら、ウィーンって足上がってくるんですよ。おー、なるほど、なるほど。で、3番目ポンと押したら、うーん言うけど、何にも変化しない。これ、何やねん、お前。ぱって見たら、横のベトナムのおっさんがちょっと興奮ってなってるんですよ。嘘やんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してもおっさん倒れていくんで、倒す時期やったから、おっさんたまたま倒れてるだけで、俺一瞬、何やねん、これってなって。これ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ。これはもうちょっとおとなししとこう思って、でバーって見ててまた横になんかごっついなんか肘置くとかあってガパッて開けて中見たらなんか入ってるからガバッて出したこれモニターがあったんですよ。で何やこれ説明書見たんですけど全部英語なんですよ。ただゲームができるっていうのはうっすら分かるんですよ。でゲームも日本やったら絶対せえへん雑誌ゲームなんですよ、なんか猫の保安官がなんか来ないなって何これみたいな、まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけどもう電源の付け方さえも分からないです英語やから。おかしいな思っていっぱいボタンあるからどん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 押しとったらその中に1個上半身から上のこういうポーズのボタンが
あったんですね。で何のボタンかよくわからんから、とりあえず押してまえってビャーッと押しとったら、それあの CA さんを呼ぶボタンやったらしく、で全くわからないんでバーッ押しとってふわって見たら、なんかあの足見えるんです。でふわって見たら、さっきの子めっちゃ笑ってた CA さん立ってはるから、え、なんやって、なんやねんなんやねんってなって、まあとりあえずなんか言わなあかんのかな思って、あ、喉も渇いてたから、コーラプリーズって言うたんです、うん、でうなずいてピャーって行きはって、うん、ほんでまたもう電源つけへんやん思ってたら、スッと戻ってきてコーラくれて、うん、あ、言うて、ほんでまた帰りはって飲みながらバー押しとった、またそこ押したんでしょうね、うん、またファッと足見えるんですよ、うん、何やねんな思ってほってみたら、まだこうやって立ってはるんですよ、うん、何か言わなあかん思って、何やろな思ってコーラ指さして、デリシャスって言うたんですよ、向こうがうんみたいな感じで、ほんで何だろうな思いながら、またガーッやってまた押したんでしょ、うん、また足見えて、うん、こいつ何遍くんねん思って、でちょっと鬱陶しい顔しとこう思って、ちょっと鬱陶しい顔で これぐらいの顔でこう上見たんです、ほんでこれの3倍ぐらい鬱陶しい顔でこうやって見てるから、何で怒ってんのってなったけど、何か言わなんか思って、もう外雲ばっかりやったけど、指さして、あービューティフルって言うたら、ぐわーって俺の顔までこれぐらいまで寄ってきて、ボタン指さして NO って言うたら、